五十嵐良太、五十嵐良太、五十嵐良太、1979年5月28日帯は、北海道ルモイ市出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち。夕張市出身の父親とルモイ市出身の母親の間に、ルモイ市で生まれ、札幌市で育つ。父親は、アルペンスキーで、全国大会にも出場した、スポーツマン、母親は、 頭脳名晰だったと言われている。柏井ジャガースで、軟式野球をはじめ、花見川第一中学校へ進学後は、千葉北のリトルシニアに所属。中学時代までは一類種で、敬愛学園校進学後、いがらしの鉄砲肩を見抜いた監督より投手への転校を促され、県内屈指の公安投手と呼ばれる。1997年度ドラフト会議にて、 ヤクルトスワローズから2位指名を受けて入団。背番号は53。ワニ軍で10試合に当番30奪三振を記録して注目を集めた。イースタンリーグの優勝が決定した9月26日の試合では6回参考記録ながら完全試合を達成している。ファーム日本選手権で MVP 獲得。高卒ルーキーでは史上初の受賞である。 和解幕こそ2軍で迎えたが、広田博明の降格に伴い4月20日に1軍初、昇格。その日の対中日ドラゴンズ戦の12回表当店の場面で初登板したが、請求を乱して敗戦投手となった。その後も故障者の多い投手事情もあって1軍に残留。5月27日の対横浜ベイスターズ戦では7回表から登板して1回を無失点に抑えると、 その裏にチームが3点を取って逆転し、プロ入り初勝利を挙げた。その後6月末には2軍に落ち、7月23日には横浜スタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに出場したが、浜中を治む、荒井高弘に連続タイムリーを浴び2イニングに失点だった。8月に1軍に復帰。終盤戦では最速時速154キロメートルの速球が変われ、 徐々に接戦での当板も増加。四死球の多さが課題とされたが、中継ぎのみで最終的に6勝を記録する活躍を見せた。は、前年の活躍を受け、自身初の開幕一軍入り。チームは開幕6戦で1勝5敗とスタートダッシュに失敗していたが、4月だけで3勝1敗の五十嵐の活躍を受けて徐々に持ち直した。一時は、 イガラシが投げると勝てるとまで言われ、中継ぎのみで、オールスター戦前だけで11勝記録。ハーラーダービートップを走り、監督推薦で自身初のオールスターゲームにも、出場した。しかし8月8日の試合で、豆が潰れ、2軍降格。復帰後は勝ち星を挙げることができず、最多勝ちは14勝のメルヴィン・バンチに譲った。オフには、古田敦也と共に最優秀バッテリー賞に選ばれた。 契約公開では、推定1.600万円から、大幅増の推定4、300万円で一発サイン。なお、その時に、球団から、新請番号11番を提示され、いがらも一度は了承し球団も来年度の、カレンダーに11番を記載したが、現在使用している53番に愛着が強くなったと、再度球番号への変更を願い出る場面があった。 はキャンプ中に、全治1ヶ月の肉離れを発症する。3月に復帰して開幕こそ1軍に間に合わせたが、5月にも、右ヒーチ痛を発症して2軍に降格。復帰は7月半ばまでずれ込み、チームが優勝する中、波に乗り切れない1年となってしまった。それでも41試合に登板し、防御率は自己最高の2.59と、終盤のチームを支えた。 大阪近鉄バファーローズ戦の日本シリーズにも第2戦8回裏同点の場面で登板したがタフィローズに3点本塁打を打たれて敗戦投手となり以降の試合には出場しなかった。は、ファンからの公募により同僚の石井博俊と共にロケットボーイズの相性がついた。シーズンでは不動のセットアッパーとしてチームに貢献し、 自身初めて開幕からシーズン終了まで一軍で過ごしている。7月には監督推薦で自身二度目のオールスターゲームに出場し、速球勝負でも話題を集めた。最終的には64試合に登板し、中継ぎのみで8勝を記録したほか、防御率は2.08と自己最高の成績を残した。は、故障者の多い投手陣の中で前年に続いて、 開幕から1年間一軍に定着。監督推薦で3度目のオールスターゲーム出場を果たした。2年連続60試合登板となる66試合に登板し、今季のセリーグ最多出場となり、勝利の方程式の一翼を担った。は前年まで抑えを務めた高知慎吾の対談もあって、抑えに回る。6月3日の対阪神タイガース戦で、 当時の日本プロ野球最速体記録となる時速 158km を今岡誠に対して記録。NPB 史上初のストライキが解除された後、最初の試合となった9月20日にも大半新戦で矢野照弘に対し3球連続を含む計4球で時速 158km を計測し、速球王の称号を手にした。7月には、 ファン投票1位に選ばれ、自身4度目のオールスターゲームに出場。最終的には5勝3敗37セーブという、球団セーブ記録を更新し、最優秀球援投手に輝いている。おえとしての働きを期待されていたが、開幕前に大体部を故障。開幕には間に合わせたものの、不審で4月半ばには2001年以来のに、軍降格も経験した。 怪我や不調もあって成績は、いまいちだったものの、2年連続ファン投票を1位に、選ばれて5度目のオールスターゲームに出場した。最終的には49試合に登板したが、4年連続の60試合登板は、ならなかった。も、抑えとしての働きを期待され、開幕の大半新戦でセーブを記録。しかし成績が安定せず、6月半ばには2軍降格。 8月に復帰したものの、9月18日の試合を最後に一軍登録を抹消。その後精密検査を受けた際に、右肘い体帯断裂が発覚。オフにトミー・ジョン手術を受ける。この手術のリハビリの影響で、2007年の復帰が絶望的であることを11月12日の選手会主催イベントで発した。は1年間をリハビリに費やし、 実戦登板は一軍二軍ともになかった。10月にフェニックスリーグで復帰登板を果たす。は、キャンプオープン戦ともに順調に過ごし、開幕戦の3月28日の対、読売ジャイアンツ戦の9回表に登板。急速も時速 154km を記録し、1年半ぶりの公式戦登板を無視点で切り抜けた。しかしその試合で、 全治3週間の肉離れを発症し、一時戦線離脱。4月29日に再登録されると、以降は接戦、勝ち試合での起用が増え、9月20日の対横浜戦、神宮では復帰後最速の時速 157km を記録し、自身としては約2年半ぶりのセーブを挙げた。トミー・ジョン手術を受けた当主の中には、後遺症や長期の療養により、 休息が落ちてしまうケースも見られるが、休息は、術前と、同等まで回復した。なおこの年は、四死球も、非常に少なく以前に見られた自滅するということは、ほとんどなく、安定感のある投球が目だった。8月2日には、FA 券の取得条件を満たした。11年目で、初取得となったいがらはこの日、取得できたことは嬉しい。 シーズンが終わってからゆっくり考えたいと講師に関する言及は避けた。は、前年同様、臨床優につなぐ8回のセットアッパーとして開幕。シーズン中に臨床優が記録した20試合連続無失点の球団記録を更新して21試合連続無失点を記録。8月29日の中日戦で、 プロ通算500試合登板を記録するも、バント処理の際に腰痛を発症し、翌日登録抹消となった。シーズン終盤は、疲労からか、打ち込まれることや支給を出す試合が多くなった。オフに、アーンテレムを代理人として、FA 権を行使した。2009年、ニューヨークメッツと2年総額300万ドル、約2億7、0円で契約した。背番号は18。 スプリングトレーニングでは防御率7.90、ホイップ2.12と打ち込まれたものの、4月8日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー初登板。4月14日のコロラド・ロッキーズ戦では最速 97mph、約時速 156km を記録するなど、開幕直後は7試合の登板で防御率1.35、ホイップ1.05と良い滑り出しを見せていたが、 4月21日に、大体裏の故障で、DLD。5月23日に復帰したが打ち込まれ、防御率7.91で7月初旬にマイナーに、降格。8月下旬には復帰し、チーム161試合目に1、3イニングを投げた直後に味方が勝ち越す幸運もあり、メジャー初勝利を挙げる。最終的に31試合の登板で1勝1敗、防御率7.12。 ホイップ1.55に終わった。この年はこれまで、投球割合のほとんどを占めてきたストレートとフォークの、他に、フォークとほぼ同じ割合でカーブを交えるようになった。中でも速球系の球種は奪った。三振のうち70%を占めるなど、一定の効果を発揮したが、カーブは、ストライク率が40%を切るなど、請球難に、陥り、フォークも左率。 421と打ち込まれ、変化球の精度の低さに苦しんだ。1月3日にはチームがクリス・カプアーノとと契約したことに伴い40人枠から外れた。スプリングトレーニングには招待選手として参加するもトリプル A 級バッファローで開幕を迎え、4月10日のポータケット戦で初セーブを記録。翌11日にメジャーに昇格するも5月16日に、 トリプル A 級バッファローに降格。バッファローでは19試合の当番で0勝1敗4、セーブ、防御率0.94、ホイップ0.80と高騰し7月15日に最小格。45試合の当番で4勝1敗、防御率4.66、ホイップ1.84の成績を残した。高めの速球の空振り率が30%を超えるなど、 脱産審率は2005年以降では、キャリア最高となる9.78と高い数値を記録したが、予支給率6.52と請求に苦しんだ。10月20日には、再契約交渉がまとまらず、FA となり、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。11試合の登板で3セーブ、防御率3.38、ホイップ1 2 4日の成績を残した。 2011年12月14日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだスプリングトレーニングに招待選手として参加していたが3月29日にパイレーツからメジャー契約を結ばないことを通告された2012年3月30日にトレードでトロントブルージェイズへ移籍開幕は参加の AAA 級ラスベガスで迎えたが19試合の 当番で1勝1敗4セーブ、防御率1.29、ホイップ0.62の成績を残し、最速 99mph、約時速 159km を記録。5月25日にメジャーに昇格したが、2試合の当番で4失点を喫し、27日にディーフとなった。2012年5月29日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨークヤンキースに移籍。 トリプル A 級スクラントンで5試合に登板した後、フレディ・ガルシアのキビキリスト入りに伴い、6月7日にメジャー昇格。1試合に登板したのみで10日にスクラントンに降格。CC サバシアとアンディ・ペティットの故障離脱に伴い、ガルシアが先発に回ったため28日に再びメジャーに昇格した登板機会のないまま1日で再降格。8月12日には、 サバシアが再び故障したことにより最小格子この日の試合に登板したが、デレクローの加入に伴い翌日再降格し、16日に40人枠から外れる。スクラントンでは30試合に登板し4勝3敗、10セーブ、防御率2.45、ホイップ1.31の成績を残した。 2012年11月16日に福岡ソフトバンクホークスと3年総額6億円で契約。背番号はヤクルト時代の53となった。3月29日の対東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦で日本復帰後初登板、本拠地初登板、8回5点リードから3番手として、登板、打者3人に対して無失点に抑えた。 4月7日の対北海道日本ハムファイターズ戦、8回2点リードで、当番。戦闘日対抗のショートゴロを、今宮健太が悪送球エラーして、出塁となると、1C12 類で迎えた、中田翔に、左中間への逆転、スリーラホームランを浴び、帰国後初のホールド機会は救援失敗、敗戦投手となった。月日、対オリックスバファローズ戦の延長回同点から、 登板し、無失点、続く十一回は、坂口智高にヒットを許し、一死二塁で降板したが、後続の森福正彦が抑えて帰国後初のホールドを、記録し、チームのサヨナラ勝利を呼んだ。四月十八日対楽天戦七回六点ビハインドから、登板、本田雄一のファンブルにより、先頭、鉄平の出塁を許すと、続く、島本博、西田哲郎に連続支給。 藤田和也に2点タイムリーを打たれた。4月20日に二軍調整を志願し、首脳陣に受理され、出場選手登録抹消となった。昇格した5月31日のセパ交流戦、対広島戦において、7回7点リードで、登板すると、1回を3者連続三振に抑え、6月22日から7月3日に5試合連続のホールドを記録した。 7月9日の対埼玉西武ライオンズ戦、9回1点リードで、登板し、帰国後初のセーブを挙げた。続く7月14日の対オリックス戦でも、9回1点リードで、登板。死休、単打で1三塁とすると、高橋真司のショートゴロ間に、伊藤義雄が生還して同点にされ、これが帰国後初のセーブ失敗となったが、裏に、 今宮健太のタイムリーヒットによりサヨナラ勝ちし、これが帰国後初勝利、本拠地福岡やオクドーム初勝利となった。その後は主にクローザーとして起用され、7月25日から9月16日までの20試合連続、無失点と活躍。9月30日の大西部戦、福岡やオクドームで1点ビハインドの9回から登板し、2イニングを無失点に抑え、 チームが10回、さよなら勝ちしたことで npb 史上初の救援のみで通算50勝目を挙げた。デニスサファテの獲得によりセットアッパーとして開幕1。軍を迎えた。4月12日から7月26日までの期間。前任の走者を2度生還させたものの3。3試合で1。失点自責0。7月30日から9月5日。 までの16試合も無失点と安定した活躍を見せた。また7月2日から9月2日までにセーブを挟んで23試合連続ホールドとなった。この間、パリーグ初自身2度目の月間 MVP を受賞した。8月3日の対日本ハム戦、札幌ドームで NPB 通算600試合登板を達成し、続く8月8日の対セーブ戦、県営大宮球場で、 初登板からでは、藤田総一が持つ600試合を塗り替え、NPB 新記録となる601試合連続9円登板を達成した。8月28日に、史上16人目の通算100ホールドを達成。9月5日には2010年のブライアン・ファルケンボーグの39ホールドを塗り替え、球団新記録となる40ホールドを達成する。9月7日、 対西武戦8回1点リードから登板し、中村豪也の逆転タイムリーツーベースなどで3、失点してシーズン初黒防止となると、9月20日の対西武戦では延長10回同点で登板し、脇谷亮太のタイムリーによりサヨナラ負けを喫した。9月25日、この日で自身がパリーグの暫定ホールドを、チームは首位として迎えた対楽天戦では7回2点リードで、 森ゆいとの後を受け、1C12 類から登板。アンドリュー・ジョーンズに、低めのストレートを見極められ支球で満塁とすると、続く、島本博には、ボールスリーからストレートの連続支球で押し出し、続く、増田慎太郎には、フルカウントから3連続支球となる押し出し、松井和夫には粘られ12球目で、空振り三振、岩崎達郎にも、フルカウントから支球で、押し出し、さらに、 西田哲郎にも3ボール1ストライクから押し出しと大乱調の4失点でイニングの途中で降板となり自身は9月だけで3敗チームは3連敗して自力優勝の可能性が消滅しオリックスに逆マジック7が点灯したファンからは怒号が飛び自身も僕の状態が問題だった準備もしていた良くないながらマウンドでの修正ができなかったと 全面的に火を認めた。1イニング4つの押し出しは1954年の高橋ユニオンズ田村光以来60年ぶり史上5人目の失態。10月2日、両チームのリーグ優勝がかかり、かつシーズン最終戦の対オリックス戦において八回同点から3番手として当番先頭の伊藤光を変化球でライトフライ、エステバン・ヘルマンを 外角の直球で、空振り三振、足立良一に、セカンドへの内野安打を許し、糸井義雄には直球を見送られ、死球としたが、ウィリー・モーペーニャを、時速151キロメートルの直球で、ショートゴロに打ち取り、1回を無失点に抑えて、自己最多記録、球団新記録、2014年パリーグ最多記録なる、シーズン44ホールドを記録し、チームは、延長10回に、 松田信弘が左中間にサヨナラがを放ち3年ぶりのリーグ優勝を決めた。また、球団新記録となるレギュラーシーズン合計130ホールドにも貢献した。CS ファイナルステージでは10月15日9回1点ビハインド西走者なしから登板し小屋の a 一をセンターフライに打ち取るとその裏 吉村勇希のタイムリーツーベースにより逆転、サヨナラ勝ちし、クライマックスシリーズ初勝利を手にした。10月18日には、8回3点リードから1回、無失点に抑えて、ホールドを記録。10月19日は8回1点リードから登板。唯一、中田翔にレフトスタンドへの同点ホームランを許して、救援失敗したものの、 他の打者すべて抑えて2イニング1失点で同点のまま後ろにつないだ。10月20日は8回3点リードから3日連続となる当番だったが、1回無失点でホールドを記録し、チームは日本シリーズ進出を決めた。阪神との日本シリーズでは10月26日、8回1点リードで当番西一二塁としたが、1回を無失点に抑えてホールド。 10月28日は八回五点リードで登板して、福留光介、荒井良太、伊藤平太を三者凡退に抑えた。10月29日は八回同点から登板し、マウロ・ゴメス、マット・マートン、福留光介、関本・健太郎、藤井明人、山と六者連続の凡退に抑えて二つ目の、ホーオールドを記録。シリーズ対の四連投となる10月30日は、八回同点から、 当番。藤井明人、大和、マット・マートンを三者凡退に抑えると、その裏に勝ち越しとなる、松田信弘のタイムリーヒットで先制すると、西岡剛の守備妨害によりチームは日本一となり、自身初の日本シリーズ勝利投手となった。日本シリーズでは、4試合で5回を投げ、無失点だった。11月24日に行われた福岡市の優勝パレードでは、 大貞春球団会長、内川誠一とオープンカーに同乗し、沿道からのファンの声援に応えた。は、春季キャンプで右ふくらはぎの張りを訴え、調整が遅れて、開幕には間に合わなかったが、4月17日に一軍、登録され、今季初登板となった同月21日の大楽天戦を、1イニング、被安打1、脱三振2で抑えると、 6月11日の瀬、パコー流戦、大半新戦で2失点を喫するまで、19試合に、当板して、1勝0敗13ホールド、失点、自責点なしのコーリーフを見せる。その後も8月7日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、2年振りの、基本類なである、逆転三段を浴び、敗戦投手になったりはしたが、9月13日の、大楽天戦でセーブを記録するなど、 セットアッパーとして安定したピッチングを見せ、チームの日本シリーズ連覇に貢献した。今季は54試合に、登板、52イニングを投げ、3勝1敗、31、ホールド、2セーブ、防御率1.38で、レギュラーシーズンを終えた。登板数は、前年に及ばなかったが、防御率は1.38と、自己最優秀防御率を記録した。 シーズンオフの十二月七日に契約公開を行い、三年連続で五十試合以上、登板、計八十六ホールドなどの実績が認められ、二億円アップの二年契約、年俸三億五千万円プラスできだが金額は、推定でサインし、は、開幕一軍登録され、開幕戦、第二戦目の三月二十六日の大楽天戦に四番手として、今季初登板し、 4月5日の対ロッテ戦において、元阪神のジェフ・ウィリアムスに並ぶ、歴代4位の通算141ホールド、記録するなど、順調なスタートを切ったが、4月21日、QVC マリンフィールドにおいての練習中に負傷し、左太もも裏の肉離れと診断され、戦列離脱を余儀なくされた。6月23日、2ヶ月ぶりに一軍に交流し、6月27日からの、 対ロッテ3連戦で復帰当番。同月30日には7回表二アウト2塁のピンチに2番手として当番し後続を抑える。7月は9試合に当番し2ホールドを上げるなど中継ぎのローテーションを守るが7月30日の対日本ハム戦において同点で迎えた9回に当番した際3四球でサヨナラ押し出しで初黒星を喫する。 8月以降も中継ぎローテーションの一角を担い、8月28日の福岡や福岡、ドームで行われた対ロッテ戦では、史上15人目となる700試合登板を記録する。しかし、前述の怪我による離脱もあり、今シーズンの成績は33試合に登板し、27回、1、3を投げ、0勝1敗。 7ホールド防御率3.62と日本での一軍登板で初の未勝利に終わった。シーズンオフにはメキシコでのウィンターリーグに自主参加し同リーグのトマテロスでクリア間に所属した。同リーグでは所属したチームの GM と監督から2010年に共にニューヨークメッツでプレーをした高橋久則と勘違いされ日米通じで 初めての先発登板を経験し、11月10日には、初先発初勝利を、同月16日には、8回1アンダム失点12、脱三振で3勝目を挙げる。成績は、先発で5試合中継ぎで2試合の、計7試合に登板して、37回1、3を投げ、3勝2敗、防御率1.93だった。宮崎春季キャンプでは、プロ20年目にして、 チェンジアップの習得に取り組む。4月2日に行われた開幕第3戦、対ロッテ戦で2番手として初登板し、初勝利をつかむ。4月21日の対楽天戦、福岡や福岡、ドームで2勝目を挙げ、日米通算800試合登板を達成を達成した。6月18日の対広島戦では、2005年のヤクルト時代以来、12年ぶりに打席に立つ。 投げては1回に3を無失点でチームの交流戦最高勝率獲得に貢献した。7月まで中継ぎの一角を担い39試合に登板し6勝0敗10ホールドを挙げていたが7月11日の対楽天戦において左太もも裏を痛めて負傷交代した。その後左半剣半幕用筋損傷全治2から三ヶ月と診断され 戦線を離脱した。怪我のリハビリを経て、9月13日に行われた、対オリックス戦において、2ヶ月振りの復帰登板を果たす。46試合に登板で移籍後最多の6勝をマークし、11ホールドを記録し、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンでは、横浜 DNA ベイスターズとの、日本シリーズ第4戦に登板。 チームの2年不利の日本一奪還に寄与した。12月1日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開に臨み、1、霊園アップの単年契約、年俸3億6、霊園出来高、金額は推定でサインした。2年契約の最終年であったが、当番試合数などの条件をクリアすれば、自動更新される形の契約で、その契約内容に合意した。 追感版ヘルニアで出遅れ、7月に一軍に昇格した。11月4日、球団より戦力外通告を受け、12月2日、自由契約公示された。2018年12月26日、ヤクルトへの移籍が決まり、2019年1月30日に公示される。 背番号は前回在籍時と同じ53、開幕から4登板目となる4月5日の中日戦で移籍後初勝利。5月28日には史上7人目となる通算800試合登板を達成した。初登板からメキシコウィンターリーグでの5試合しか先発登板を経験していないリリーフ専門の投手である。ヤクルト時代は 平均球速約時速 151km、当時の日本記録の最速時速 158km を記録したストレートを武器にセリーグの速球王として人気を博し、同僚の石井博士と共にロケットボーイズの愛称で、これた。リリーフ当番のみで前半戦11勝を記録した2000年をはじめ、勝ち星に恵まれたシーズンが多く、スワローズの公式ホームページでは、 勝利の女神が惚れた男というキャッチフレーズをつけれたこともある。メジャーでは記録した5すべてが1、3回の投球での勝利という幸運ぶりであった。スリークォーターから平均球速約 93mph、約時速 150km、マイナーリーグで自己最速 99mph、約時速 159km と抜群のスピードを誇る速球。 フォーシーム、ツーシームと平均球速約 86mph、約時速 138km の SFF 君のフォークを武器とし、日本での通算脱三振率9.95と、脱三振が多い。一方で4球連続ボールを与えることが、シーズンで10回以上あるなど2006年まで通算、よし9率4.09と、請球が安定していなかったが、 トミー・ジョン手術から復帰した2008年から2009年にかけては3よし9率2.40と安定させた。2005年以前は、投球割合の7から8割を速球が占めていたが、2006年には、速球の投球割合が減り、故障から復帰した2008年からは、フォークの投球割合が約4割となる。2010年には、 投球割合のほとんどを占めてきたストレートとフォークの他にフォークとほぼ同じ割合でカーブを交えるようになり2011年には握りを深くして落差を大きくしたフォークとスライも交えるようになったソフトバンク移籍後はストレートは平均球速約時速 148km を記録し変化球はフォークの比率が下がった分ヤンキース時代に習得したナックルカーブや カットボールを使いようになった。担いで腕を押し出すようにして投げる独特のピッチングフォームであり、クイックも1.1秒台前半と速い。あえて腕を畳んだまま最小の半径で腕を振ることが爆発的な速球を生み出す源になっているという。2018年末現在、野村克也監督時代にヤクルトへ入団し、現役なのは五十嵐のみである。おじが、 北海道夕張工業高等学校の当主、父親が北海道夕張南高等学校のアルペン国体選手というスポーツ一家に生まれる。母親はヤクルト OB で監督も務めた若松勤とルモイ中学校の同窓。妻は横浜ベイスターズのマスコットガールをしていた。二人の間には2003年に生まれた娘と2007年に生まれた息子がいる。 メジャー遺跡を口にする選手も多い中、ブログインタビューなどでたびたびチームや日本野球への愛着を述べていて、メジャー遺跡願望を否定していたが、FA 権を取得した際には、将来のメジャー遺跡も選択肢の一つと語った。端正な顔立ちで、アイドル歌手グループスマップの木村拓哉に顔が似ているとされ、球界のキムタクという異名を持つ、ジャンクスポーツ、 フジテレビ出演時にて語ったエピソードによれば、妻と買い物に行った際、他人とエスカレーターですれ違う時に、横にいるのが静か、工藤静かじゃない、と言われたこともあったという。ただ、本人は常に似ていないと言っている。スマップスマップ、関西テレビフジテレビに、古田敦也と共に出演した後、実際に木村拓也と対面も果たしている。2008年のオフに、 イガラシの親友を名乗る、覆面乱、スワローズマンが出現した。オフの間、イガラシのトレーニングを手伝うつもりで、北海道のルモイからやってきたという、覆面レスラー UMA から、プレゼントされた、スワローズデザインのマスクを2007年のファン感謝デーに、かぶって登場したことから誕生したキャラクターだが、その正体は、イガラシ本人であった。なお、 スワローズマンは一時期ブログを開設していた、現在は閉鎖。2009年オフのイガラシのメジャー挑戦を機に、メキシコでのプロレス挑戦を宣言し活動休止となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。